はい、どうも皆さんこんにちは、エマークでございます。さて、皆さんですね、動画撮影するときにどこのメーカーのカメラ使ってますでしょうか。ソニーでしょうか、キャノンですかね、もしかしてニコン、はたまたパナソニックとかオリンパスとか、まあいろんなねメーカーからカメラ出てると思うんですけれども、まあ動画に向いているカメラってね、いろんなメーカーからね、いろんな機種が発売されているんですけども、意外とですね、この富士フイルムのカメラで動画撮影している方っていうのがね、少ないんじゃないかなというふうに思ってるんですね。じゃあ富士フイルムのカメラって動画撮影に向いてないのかと。いな、富士フイルムのカメラって実はですね、もうずいぶん前から、まあ、X の T3 の頃からですね、かなりね動画性能にね力を入れておりまして、特にですね、最近発売されたばかりのこちら X の H2S はですね、まあ、かなり動画撮影に強い、まあ、APS-C 機では最強の、ね動画性能を誇ると。というわけで、今回はですね、富士フイルムのカメラを使った動画撮影のノウハウをですね、なるべくね、分かりやすく解説しようというふうにね思うんですけれども、今回はですね、そもそも富士フイルムのカメラを使うと、まあ、どんなことができるのか、どんな映像が撮れるのか、で富士フィルムのカメラの魅力ってどんなとこにあるのかというところにスポットを当ててですね、富士フィルムのカメラで、映像制作に興味を持ってもらおうというような、ね動画になっております。ではね、早速行ってみましょう。はい、それでは早速なんですけども、今回の動画ではこちらですね、富士フイルムの新製品になります X の H2S、こちらのカメラを使って、まあ、説明をね、解説をしていこうかなというふうに思います。はい、それでですね、この動画で紹介する映像とか、作例はですね、この後ちょっと長尺の 4K 動画をですね、まあ、別にねアップしようかなというふうに思っていますんでね、この動画を見終わってから、ちょっとね、そちらの動画の方もぜひ、ね、チェックしてもらいたいなというふうに思います。はい、でね、この富士フイルムのカメラを使って、まあ、動画撮影をする一番の魅力ってね、どんなところにあるのかっていうところなんですけども、それはね、もうやっぱりね、フィルムシミュレーションだというふうに思います。すごくね、絵作りにこだわっている富士フイルムならではの、まあ、魅力というところになると思うんですけども、でそもそもね、フィルムシミュレーションなんぞやっていうところなんですけども、これはですね、もともと富士フイルムが、フィルムカメラの時代に作っていたフィルムを、デジタルに落とし込んでシミュレートしたものになっております。で基本的には、写真用のね、フィルムシミュレーションとなっておりますが、まあ、それをですね、まあ、動画で使えるっていうのがですね、まあ、この富士フィルムのカメラで動画を撮影する一番の魅力なんじゃないかなというふうに思います。というわけでここではですね、ちょっとフィルムシミュレーション一体どんなものがあるのか、フィルムシミュレーションを使って撮影をするとどんな感じになるのかっていうところをね、ちょっとね、見ていただきたいなというふうに思います。はい、まずね、これプロビアスタンダードといいまして、まあ、一番ですね、オーソドックスな、フィルムシミュレーションとなっております。はい、続きましてベルビアですね、これで、サイドが、かなり高めの、鮮やかな、ねシーンに、適した、フィルムシミュレーションとなっております。はい、続きましてアスティアですね、結構ね柔らかい階調ではあるんですけども、意外とねコントラストが高いので結構メリハリの効いた絵が撮れるんじゃないかなというふうに思います。はい、続きましてね、クラシッククロームですね、まあ、結構ねエモい絵がね撮れるフィルムシミュレーションとなっております。はい、それからねプロネガハイですね、まあ、結構鮮やかな色彩で、まあ、スタジオのポートレート撮影とかにも向いているとは思うんですけども、まあ、僕の場合ですね、このプロネガハイではなく次の、はい、こちらですね、プロネガスタンダード、こちらをね、使う機会が結構多いですね、鮮やかなね色彩なんですけども、コントラストがねちょっと抑えられているので非常に扱いやすいフィルムシミュレーションだと思います。で、最近のお気に入りがこちらですね、クラシックネガですね。特にね、緑のシーンなんかではちょっと緑が青みがかった感じになってね、すごくね、エモく撮れます。はい、続きましてね、ノスタルジックネガですね、これね GFX の 100S っていうカメラからね、新しく入ってきたものなんですけども、X シリーズとしてはですね初めて搭載された、フィルムシミュレーションとなっております。はい、それからですね、みんな大好きエテルナということですね、
これね、映画撮影用にね、特化して、作られたフィルムシミュレーションで、サイドもね、コントラストもかなり、ね、抑えめにね、作られています。はい、それからエテルナブリーチバイバスですね。まあちょっとね、これは正直使いどころが僕は今のところわからないんですけども、まあちょっとね、挑戦はしてみたいなというふうには思ってます。はい、それから F-Log2 になりますね。まあこれフィルムシミュレーションではないんですけれども、F-Log2 で、撮影した映像をですね、ちょっとグレーディングして、作ってみました。はい、続きましてスタジオのシーンですね、こちらも見ていただきたいと思います。はい、まずはね、プロビアですね。はい、続きましてベルビアですね。はい、それからアスティア。はい、それからですね、クラシッククロームですね。で、プロネガハイ。そして、プロネガスタンダードですね。はい、それからクラシックネガですね。はい、それからノスタルジックネガです。はい、そしてね、エテルナになります。それからエテルナブリーチバイパス。はい、でね、最後に F-Log2 で撮影した映像をグレーディングした映像になります。さあ、というわけで、フィルムシミュレーション、いろいろね、見ていただきました。でですね、このフィルムシミュレーションなんですけども、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども、基本的にはエテルナ、そしてエテルナブリーチバイパス以外のフィルムシミュレーションというのは、基本的に写真撮影の用のね、フィルムシミュレーションとなっておりますので、ちょっとね、コントラストが高めになっているんですね。動画で使うにはちょっとコントラスト高いかなという感じがするので、まあ、その辺をね、ちょっといじる方法っていうところをですね、お話をしていきたいなというふうに思います。はい、これね、X の H2S のメニュー画面になるんですけれども、メニュー画面の画質設定のところで、トーンカーブ、そしてカラー、そしてね、シャープネス、この辺を変えると、比較的見やすい映像になると思います。で、僕がよくやるのはこのトーンカーブのシャドウの部分をですね、ちょっと持ち上げてますね。プロビアとかね、アスティアとか、クラシックネガとか、なんかその辺使うときはちょっとシャドウが強い、コントラストが強いので、シャドウをちょっとね、上げて、まあ、撮影することが多いということで、今ね S がマイナス2になってますけど、これがシャドウマイナス2ということですね。はい、でこの辺の違いがね、どんな感じなのかっていうところをですね、ちょっとね、動画で見てもらいたいと思います。はい、こちらね、プロビアのデフォルトの設定ですね。特に何もいじっていない映像になります。この映像なんですけども、やっぱりね、シャドウ部分がちょっと強くてコントラストがね、高いように思います。というわけで、シャドウ部分をですね、ちょっと持ち上げた映像がこちらになります。動画としてはですね、だいぶ見やすくなってるんじゃないかなと思います。はい、それからですね、ハイライト、シャドウを持ち上げて、サイド、それからね、シャープネスをちょっと下げたね、映像になっております。まあ、柔らかい雰囲気に、ね、なってるんじゃないかなと思います。はい、続きましてね、高感度耐性見ていきたいなというふうに思います。ちょっとね、こちら、一世代前の X の T4 というね、カメラ用意しました。
はい、これね、センサーそしてね、プロセッサーともに一世代の前のものになってるんですけども、この X の T4 と比べてこちらのね X の H2S がですね、ノイズ耐性どんな感じになっているのかというところをですねちょっとね、見ていただきたいなと思います。はい、こちらがですね、X の H2S でね撮影した映像になります。まあ ISO ね、6400ぐらいであればまあ問題なく使えるのかなというところなんですけども、まあさすがにね ISO 12800あたりになってくるとちょっとね、ノイズが、目立ってくるかなといった感じなんですけども、だいぶねいいノイズになったんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、でね、これ X の T4 ですね、 ISO 6400で撮った映像なんですけども、まあ、X の T4 もね6400ぐらいまではまあ使えるかなというところなんですけども、でこれがですね ISO 12800の映像なんですけども、やっぱりねちょっとノイズの出方が、H2S に比べるとやや荒いかなといった印象を受けます。やっぱりね、センサー特にですねプロセッサーが変わったことによってノイズの出方がだいぶね綺麗になったんじゃないかなと、見やすいノイズになったんじゃないかなというね印象を受けます。はい、続きましてですね AF 性能ですね。でこちらの X の H2S なんですけども、センサーが積層型のセンサーを積んでおりまして、 AF 性能はですねまあめちゃくちゃパワーアップしておりますね。まあ、正直言うと、前機種、X の T4 の時ってトラッキング性能ってあんまり良くはなかったんですけれども、この X の H2S になってからトラッキング性能がまあめちゃめちゃ向上してますね。で僕の場合ね、特にポートレート撮影でね多用してるんですけども、まあなかなかね外さない、優れた AF 性能になっていると思うので、ちょっとねそれもね見ていただきたいなというふうに思います。はい、こちらの映像になりますね。モデルさんが奥からぐーっと寄ってくるんですけれども、ずっとね、ピントが合っているというような状態になっております。でこんな感じでね、モデルさんがフレームアウトしてまた戻ってきてもちゃんとね認識をしていると。でモデルさんが後ろを向いた時もちゃんとね後頭部を認識しているということで、かなりトラッキング能力は向上しているというふうにね思います。であとですねちょっとねラジコンを使って車認識でね AF の性能を検証してみました。そうしたらですね、ずっとですねトラッキングをし続けてくれるんですよね。AF を外している箇所がまあほぼないんじゃないかなというような感じのトラッキングの仕方をしているんで、 AF 性能はですね、まあ、T4 に比べるともう本当にね、格段に向上したんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、最後になるんですけれども、もともとねフィルムシミュレーションがむちゃくちゃいいのでログ撮影する必要、まあ、あんまないのかなというふうにも思ってるんですよね。というのも、エテルナ等を使うとそもそもダイナミックレンジが結構広いので、フィルムシミュレーションベースのグレーディングということもできるので、あえて F ログを使う必要もないかなというふうにも思うんですが、この X の H2S からですね、F ログ2というものがね搭載されました。これねかなりねハイライトのシーンが粘ってくれて非常に扱いやすいログになってますんで、まあ、積極的に僕は使っていきたいなというふうに思っております。でこの F ログ2で撮影してきたデータをですねグレーディングした映像がありますんで、まあ、ちょっとそれをね、見ていただきたいなというふうに思います。はい、というわけでね今回はこちらの、新機種ですね X の H2S を使って、まあ、富士フィルムのカメラで動画を撮影する魅力っていうのをね、お伝えさせていただきました。またね、次回今度はですねこの富士フィルムのカメラを使って動画撮影をする時のポイント等もね、今後お話をさせていただきたいなと。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。エマクでした。さよなら、バイバイ。